ソニーの福地と申します。よろしくお願いします。今日はELC で、私セッション、まあ、なんか受けてもらえたので、コミュニティに関する僕っていうのを、やってきました。で、僕っていうのはバーズオブバーズオブフェーザーというか同じ羽を持つ鳥が集まってなんかディスカッションするよみたいな、そういう、まあ、要はディスカッションの場みたいになったんですけど、そこにちょっと参加してきました。題名はちょっといまいちなので、ちょっとコミュニティのノレッジに関する、まあ、ディスカッションをする場がありましたってな感じで理解してください。で、まあ、こんな感じなんですけど、あんまり人が来ないかなと思ってて、最初なんか日本人ばっかりだったので、アメリカだけど日本語でできそうだなってちょっと喜んでた結局はなんか結構外国の方も、まあ、なんか参加されて、で結局は英語でやってきました。で、まず、私の自己紹介みたいな感じなんですけど、私実はずっと信号処理やってまして、まあ、特にオーディオ系強いんですけど、まあ、オーディオの本当に信号処理で圧縮とか伸長とかビデオとかやってたみたいな感じです。で、DC のファームとか、あとまあ SOC のファームとか、そういう、まあ、組み込み系はやってたんですけど、どっちかっていうと信号処理に偏ってなんかやってた感じです。で、まあソフトウェアのプロセス改善みたいなことを、まあ、その中でやったりとかもしてました。で、1年前に OSS 関係にジョインしまして、実はまだ1年しかオープンソースって知らなくて、そういう状態で ELC に行って発表して帰ってきましたみたいな状態なんで、まあ、どっちかというと、まあ、やればできるじゃんみたいな感じの、皆さんもやればできるんだなって、そんな感じの一例として見てもらえばいいかなと思っています。あとミッションですけど、まあ、OSS に関するコンプライアンスですとか、まあ、あとどういうふうにコントリビューションしていくかっていうところの、まあ、取りまとめみたいなところにいます。で、まあ、この先どうしていくかみたいなのを、まあ、上田さんと一緒に今考えているような状況です。はい。で、はい。で、このボフセッションの、まあ、私がこの話をした、まあ、ですね、バックグラウンドみたいなことをちょっと喋りますと、まあ、会社の中で OSS って最初多分十何年前っていうのは本当に皆さん使ってなかったのが、だんだん認知度が上がってきて、で認知度が上がってきた時に、方ともうそろそろ、世代交代しなきゃいけないよとか、あるいは認知度が上がってきたので人増やさなきゃいけないから、じゃあその増やす時にどうやって人増やしていくのとか、あるいはそういうことを新しくちょっと引き受ける人たちにどうやって受け渡しするのみたいなところがちょっとやっぱり今議論になってて、でじゃあって引き継ぐ側の人ですね、引き継ぐ側の人から見ると OSS コミュニティっていうのは謎で、一体何だろうっていうのはよく分かんないんですね。で聞いても聞いても やっぱりよく分かんないってところがあって、でそういうのをどうしたらいいんでしょうみたいなのは、この、BOF の、まあ、バックグラウンドみたいなのになります。で、説明する人のありがたいなと思います。いえいえいえ、そうではないです結構そういう意味ですと、私すごい恵まれてまして、ティム・バードとかフランク・ローワンドとか上田さんとか、Linux の中で知らない人はいないみたいな感じの人たちと一緒の仕事をしているので、そんだけ恵まれてても、やっぱりいろいろと最初突っ込んでいくとよくわかんないなみたいなところがありますので、まあ、そういうところがあるんです。でじゃあなんで OSS コミュニティみたいなところに、そういう話をそもそもしなきゃいけないのみたいな話になると、
まあ、使う側、例えば、まあ、OSS を使ってきますって話になったときに、まあ、ライセンスのポリシー、ライセンスのポリシーって結局、先ほどのあの、2つ前のところでも議論がありましたけど、結局、コミュニティがどう考えてるかっていうことなので、何が書かれてるかっていう、まあ、どのライセンス使ってるかっていうのもありますけど、ライセンスがどう、ライセンスを持ってる、そのコミュニティどう考えてるのみたいなところが重要になってくるので、コミュニティを知らざるを得ないと。あと、まあ、あの OSS の活動レベルってどのぐらいなのっていうのはやっぱり知っとかないと、どう付き合うかっていうのはやっぱりそれによって変わってくるって。あと、まあ、なんだかんだ言って結局、著作権持ってるのは、結局はコミュニティなので、コミュニティのことを知らないと結局、いけないっていう話ですね。それから、逆にってことなんですけど、じゃあ積極的に参加してってどうしようって話になった時に、まあ、参加の方法みたいなのを決めてるのは結局、OS、あのコミュニティだったりとか、ちょっと目が悪くてなんか発表があれですけど、あとどうやって参加していくのとか、あとそうですね、あのメンテナーっていうのが重要だったりするっていうのは、多分もうこの世界に入っている方々にとっては本当にあの常識だと思うんですね。常識だと思うんですけど、あのすみません、初めてそのこの引き継ぎしますって言って新しいところに入った人にとって、まずメンテナーが重要だってこと自体が全然分かってなかったりしますんで、メンテナーが重要だでメンテナー誰で どうやったらその人たちとコミュニケーションできるのとかっていうところに気がつくのに半年1年ぐらいすぐ経ってしまうので、まあ、そういう意味でやっぱりコミュニティって何っていうのを知るっていうのはすごく重要かなと思います。あと、まあバグフィックスみたいなのをするときに、じゃあどうやってお作法みたいなのも結構いろんなのがありますので、そういうのをどうしていくのとか、まあ、そういう意味で、コミュニティを知るっていうのは結局 OSS をやるっていうことはコミュニティを知らないとなかなか奥深いところまでいけないなっていうところですね。で、じゃあなぜ、難しいのっていうのをちょっと、まあ私のその視点で考えたときに、まず最初に言えるのが、コミュニティっていう言葉自体をまず知らないと。で、まあコミュニティってもちろん知ってますけど、コミュニティって言ってる意味合いが全然変わってきますので、その辺意味してるものっていうのが具体性が全然自分の中にない状態でコミュニティって言っても、やっぱりちょっと空をつかむようなところがあり、そこはすごく難しい。そこがまず一つ山だなと思います。それから、その中に、企業の中に勤めるものに関してから見ると、やはりそこに企業のような組織があってしかるべきみたいなところがなんとなく先入観としてあるので、で、そういうものがないっていうところで、じゃあ一体誰と話すればいいのみたいな、とか誰が何決めてるのみたいなところがわからないみたいなところ、まあ、そういうところも難しい点かなと思ってます。あと、あの知ってる人から見るとコミュニティってこんなだよって、こう知ってる方は分かってるけど、それを結構説明するのって難しいなと思います。で、それは1年経って一応1年分の経験を持った自分が、じゃあ、 あの1年前の自分に説明できるかってやっぱりできなくって、結構難しくって、 その辺どうするのってな、結構やっぱりそこは難しいなと思います。あとコミュニティ自体っていうのは、あのその都度どん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 成長してきますし、あの変わっていきますので、まあ、コミュニティってある程度なんか固定概念で思ってたのが、10年経ったらもうまた多分違うものになってるとか、そういうのってあるので、やはりまあ、そういう意味で難しいのかなと思ってます。あと、まあ、ちょっとまあ付け足しですけど、コミュニティっていうのはそれぞれがそれぞれの歴史っていうのを守ってるので、一概にコミュニティってこれだよって定義もできないし、あるコミュニティと違うコミュニティ、人数も
長さも時間的な長さみたいなとかと世界的な広がりみたいなのも多分全然違うと思うので、ちょっとやっぱり一概にこんなだよって言い切れないっていうところ、まあ、そういうところでコミュニティは何っていうのはすごく難しいな、あの知っておくべきなのにでも知るのは難しいなみたいなところで、その辺が難しい。でも、そこの中に入ってらっしゃる方々はみんな知ってるみたいな、結構難しい、なんか矛盾しているような話ですけど、そういうところです、ね、で、一応この、ディスカッションの中でちょっと私があの、エントリーした時に一応こんなこと書いたのでここちょっと書いてますけど、まあ、初めて、はい、こういうところに来た人が、コミュニティを知るためにどうしたらいいんだろうっていうのの、まあなんかちょっとお助けみたいなことできないかなみたいな、ちょっと大それたこと、エントリーには書いたんですけど、まあちょっとそういうようなことですね。とかあと逆に教える側から見た時に、ちょっとこういう視点でちょっと教えた方がいいのかなみたいなのを自分の、頭の中を整理するっていう意味で、ちょっとこういうのどうでしょうかっていうような感じのことを、で話、最終的にはあのディスカッションなんですけど、まあ、あのそれだと何にもならないというか、私がちょっと自分の思うことをちょっとだけ喋りたかったので、2つキーワードを出して、で こんな感じのキーワードで、コミュニティって見たらどうでしょうみたいなのをちょっと、まあ話をしてみました。で1つが、アクティビティっていう視点で、もう1つがコモンセンスっていう視点で、両方とも、まあ、どっちかというと社会学的な意味合いの話なので、まあ、そんなに深い話っていう か、まあ、ちょっと軽い感じでちょっと聞いてもらうといいかなと思います。で、アクティビティって、あ、要は活動、日本語で言うと活動なんですけど、アクティビティっていうのが、まあ、社会学の中で、まあ、あのここにちらっとあの絵がつけましたけど、この人が言ってるんですけど、人間の活動を、まあ、3つに分類できるんじゃないのみたいなことを言ってて、でそれがレイバーとワークとアクションって、まあ、3つに分類できるんじゃないのって言ってます。でこのワークって言ってるのが、ここに書いてありますけど、生物的な欲求を満たすための活動、何のことかというと、要は食べるために、生きの残るためにやること、だから動物的なこと、そういうような活動のことを、レーバーって言ってて、で、ワークっていうのは、まあ、例えば自然にそこにあるもの、例えば石みたいなものから道具を作り出したりとか、あるいは全然無のものか状態から何か新しいものを作り出したりとか、そういう、ある意味なんか新しいものを作り出す、ある意味あの人間は道具を使うなんとかだみたいなのよくありますけど、そういう意味合いのところですね。でもう一つが、パブリックなところで、互いに相互に語り合って影響を与え合って、でそれによって新しいものを生み出していくみたいな、それを、アクションって言ってる。で、こういう3つに分けられるんじゃないのって言ってて、で、これ、ハンマーアレントっていう人が、ヒューマンコンディションっていう本の中で言ってて、結構面白いなと思ってるので、ちょっとそれをコミュニティに対して、なんていうんですかね、翻訳してみると、こういう見方が できるんじゃないのっていうのを、ちょっとこの後喋ります。でレーバーっていうのは言いましたけど、まあ、食うために何かやることなので、まあ、我々の立場から言うと、まあ、要は早い話が生活するために日々のお金を稼ぐためにやってるようなことっていうのが、まあ、ここに当たるかなと思います。で、そういう意味ですと、カンパニー企業って結局はお金をどう稼ぐかってところに集中した形で活動をするので、まあ、企業という立場で何か行動をしているっていうと、まあ、やっぱり ここに当たるのかなっていう、こういうレベルのもの、こういう活動と見なせるのかな、
特にこれがこれだから否定しているわけではないんですけど、まあ、こういうふうに見えるんじゃないのってことを言ってます。でも例えば従業員の開発者の立場でも何かを、何かこれ面白いから何かこれやろうよっていうんじゃなくて、ボスがこれやれって言ったから私これやってますみたいなときって多分このモードにいるのかなって感じがします。で、まあ要はお金を稼ぐためにこれやってますみたいなところですね。で、次はワークですね。これ日本語にちょっとそれぞれを日本語に訳すのってちょっとすごい混乱してしまうので、ちょっと全部英語のまんまでワークでちょっと行かせてもらいます。ワークとアクティビティどう違うのかなんかちょっとよく分かんなくなるので、ワークです。で、ワークは先ほども言いましたように新しいものを作り出すってところで、まあ割と技術者が持ってるキャラクターかなと思ってて、新しいものを作ってすごい嬉しいとか、これやってると楽しいねみたいなところ、そこをすごい皆さん多分共有されてると思いますけど、そういうような気持ちのでなんか仕事してる時っていうのは これかな、これがすごく性格出てるかなって感じのところかなと思ってます。で、例えばそのコードをただ作るだけでじゃなくって、美しいコードを作らなきゃダメだよとか、その美しいの定義もまたいろいろと違うと思うんですけどとか、まあそういうようなところですね。で、ここのところっていうのが、まあそのエンジニアの持ってる、行動パターンっていうのはこれに近いんじゃないかなと思って私は思ってます。よく楽しいからこれやってんだよみたいな話がよくあると思うんですけど、そういうのっていうのは ここのフェーズなんじゃないかなと思ってます。それで次がアクティビティなんですけど、アクティビティっていうのは、アクティビティじゃない、アクションですね。アクションっていうのは、パブリック重要なんですけど、パブリックなところでお互いに意見を出し合う、まあ意見じゃなくてもいいかもしれませんけど、まあ意見を出し、まあ結局意見ですね、意見を出し合って、互いに何かやり合って、それが何か新しいものを作り出すってこと、そこがアクションって言ってて、で、まあ、ここが、これこそコミュニティじゃないのって、私はこの本を読んだ時に たまたまこう思ったのがあって、で確かにコミュニティ、なんかコミュニティの人たち の中は多分これだけじゃなくって、先ほど言いましたレーバーも当然あるし、レーバーがない上に他のものは成り立ち得ないので、レーバーもあるし、でワークもワークがない上でアクションって成り立ち得ないので、レーバーもありワークもあり、その上で、パブリックな場に出てきて、それでみんなと一緒に何かやるっていうのがコミュニティなんじゃないかなと私は思いました、っていうのが、まあ、こんなところですね。で、まあ、イメージとして、ね、ちょっとこんな感じの、ちょっと絵を描きました。この資料は後で上げます。アップロードします。ちょっとアップロードの仕方が事前によく分からなかったんで、ちょっと今上げてないんですけど、ELC の方には多分上げてあると思うので、そっちを見れると思います。で、それで、じゃあ、で、まあ、今までアクティビティって話したんですけど、アクティビティだけだと、まあ、それはそれで何か当てはまって楽しいね、でもそれだけだねって感じがするので、ちょっと自分で最初読んだ時にああ面白いなと思ったんですけど、それはそれで単なる知識だなって気がして、ちょっと足りないよねと思ってて、で何だろうなって思って考えてた時に、そのコミュニティの中にいる方々を見てて、私が常日頃思ったのが、割とみんな同じ考え方っていうか同じような感性を持ってて、何かやるなってところがあります。でそれは何だろうっていうのをちょっと考えてました。で OSS の、オープンソースに関する何かナレッジっていう題なので、一応ちょっと整理してみました。すごい簡単なのであんまりそんなすごくはないんですけど、書かれた
もの、まあライセンスだったりとかルールだったりとかそういうのとそうじゃないところっていうのがあって、で書かれたものっていうのは大体一般的で割とバーッと全体的に当てはめることが割と可能なんですけど、やっぱ一般的なの で世の中結構複雑でなかなかそこにこう合致しないことってたくさんあると思うんですね。でそういうところって我々ってどうやって補ってんだろうと思うと、なんかやっぱりそうじゃないところで補ってる部分っていうのはすごいあるなって、特にあのコミュニティに参加されてる人たちはちょっと違うものを持ってるんじゃないのって私ちょっと感じてます。でそういう時、そういうところでなんかすごいスペシフィックな特別なことが起きた時に、あの割と皆さん似たような反応を示すので、あ皆さんなんかやっぱりちゃんとそういうところを持ってるなって思ってて、それが一つは歴史みたいなものだったりなんかありますし、あと今日はちょっとその中でコモンセンスっていうのをちょっと取り上げてみたいと思います、はい、でコモンセンスって何ですかって言った時に、あの日本人ってコモンセンスっていうと常識ってちょっとパッて訳しちゃうんですけど、常識っていうとまたちょっとニュアンスが変わってくるんですけど、コモンノレッジっていう意味合いではなくて、みんなが、持ってる何かあの何かを判断するときにどう判断しますか、あることが起きたときにそれに対してどう判断して何をやってきますかっていうときに、ベースになるようなものっていうような意味合いで、あのここではちょっと使ってます。どう判断するという、どうリアクションするっていう、あコモンセンスで、どう何々が起きた時にどう判断するというか、起きた時にどっちかというと、あの概念の抽出的なところも含めてこうパッとあの反応しちゃう、あまあそういうのもあるかもしれませんし、まあなんかまあすいませんそうですね、後で返したので、はいはい、であんまり難しく考える必要はないんですけど、とりあえずコモンセンスっていうのがあるよねみたいな、で、コミュニティに参加されてる方はみんな持ってるなって私の側から見るとちょっと見えてて、それなんだろうな、どうやって取っていけばいいのかなっていうのがちょっとこの後にちょっと続く話です。で、まあ、今言ってることをちょっとここに書いたんですけど、何かあった時に、こうしようっていう判断をまず自分の心の中でできて、でしかも、自分がするだけじゃなくって、このコミュニティに参加している他の方も多分彼も同じ判断するよねとか彼女も同じ判断するよねって思えるような時っていうのは、みんながコモンセンスを持ってて、で互いにディスカッションしなくてもこういう時はこうするよねって、でルールにはなってないんだけどちょっとできるよねみたいな時、それを、そういう時はもう、コモンセンスを持ってるっていう言えると思うので、だからあるなんかベースになるようなものを皆さんが共有してて、でそれを元に判断してる、そういうようなものです。で、ちょっとじゃあ具体的に何って言われた時に、この1年間ぐらいで私がそのコミュニティにいろいろと参加して、すごく何て言うんですかね、印象的だった事件っていうのもあれあのメールなんですけど読んでて思ったことがありました。でそれは何かっていうと、GPL ライセンスを守らない企業、要はアップストリームをしないっていうのはまたちょっと違うと思うんですけど、あの公開すらしないとか、まあ、要はなんか GPL っていうのをちゃんと守らないでやってるような人たちがいるよねみたいな時に、それに対してどういうリアクションを取るかっていうようなのがカーネルのメーリングリストに流れてたのを教えてもらって読んだんですね。で、そこには、まあ、ちょっとここちょっと訳してこう書いてありますけど、リガルアクションが起こさなくて、まあ、その人たちはそういう、まあ、今甘い汁吸ってるかもしれないけど、ちょっとリーガルアクションを取るんじゃなくて、一緒に仕事して、
て、どういうベネフィットがあるから、だから一緒にやろうよっていうふうに持ってく。で、まあ、そういうようなやり方を自分たちはやってきた。それで、何年か前は向こう側にいた人たちも、なんかだんだんその辺が分かってきてこっち側に来たよみたいな、まあ、そんな感じのことを、グリブのメールなんですけど、こういうような感じのニュアンスのことを書かれてました。で、これはなんかすごく内容的にすごいなって思ったのが一つなんですけど、あと これを、やっぱりそのカーネルの人たちは共有してるなって感じたのが、やっぱり私としてはすごいなと思って、やっぱりなんかそういうコモンセンスっていうのなんか持ってるんじゃないかなっていうふうに思います。なの でコモンセンスの例って何っていうと、例えばこんな感じのことじゃないかなと思います。で、じゃあそのコモンセンスってどうやって取ればいいのって言うと、実は難しくって、今言った話なので、結局なんかこういろいろと理論的なものじゃ結局はなくてですね、結局はなんかフェイス2フェイスミーティングに行くとか、あるいはこういう要はコモンセンスを持ってるそういうコミュニティに属してる人たちと一緒に仕事するとか、あるいはまあなんかアクティビティにやっぱり自分で参加してみて、でなんかちょっといろいろと苦労しなきゃ、やっぱり結局のところはそういうところって身につかないんじゃないの、わかんないんじゃないのっていうのが、とりあえず私のなんかいろいろと言うとおりには結局なんか普通のことを書いてあるんですけど、こうじゃないかなっていう話です。でということで、じゃあディスカッションをしませんかっていう感じでちょっと振りました。でそこで、ディスカッションどうですかって言って、であんまりリアクションなかったら嫌だなと思ってたんですけど、まあ、参加された方っていうのはやっぱりなんかいろいろと思うところがあって、いろいろと話してくださいました。でそれを、ちょっといくつかってか私が書き留めて、それをちょっとご紹介します。でまず OSS は、まあ、私がなんか最初の方でいろいろとこんな感じってなんか理論的じゃないですけどちょっと説明しましたけど、まあ、そんなもんじゃなくてよくわからない、ここで書いてあるのは量子力学的なもの、要は電子の記号なんてわからないじゃないですか、不確定性原理で、それと同じ で電子の軌道みたいな感じでコミュニティの人たちのことってよくわからない、外にいてもわからない、だから中に飛び込んで彼らと一緒に活動するしかないよみたいな感じのことっていうことをおっしゃった方がまずいました。それから社会学的な理論っていうのは美しいんだけど結局リアルに合わないよねって、でまあまあそうなんですよ、まあ、で例外もたくさんあるし、でこの方も、自分ではやっぱりそのコミュニティが何っていうのを自分の社内の中で説明しようと試みてて、それはそれなりに、でもそれはすごい難しいよねみたいなことをおっしゃってます。で、それから、OSS のコミュニティってやっぱ分からないから、やっぱりなんか自分でやるしかないよねみたいな感じのこと、そうそう、あと、コミュニティに関する何かの活動で失敗をするっていう経験を持つっていうのは重要じゃないのみたいなことをおっしゃった方がいました。で失敗をする経験の中、まあ具体的に言うとちょっとパッチをコミュニティに出して、で出した子たちがいろいろとレビューされて、いろいろとイチャモンつけられて、結局ダメっつって戻ってくる、その一連のことっていうのがすごくコミュニティのことを知る上でいろんなエッセンスが詰まってて、すごく重要じゃないかみたいなこと、まあこれはすごく、それは一つでなんか一理あるなと思います。でそういうような話の時に、あるカルチャーではやっぱなんかそういう失敗するっていうのはすごくみんな恐れるから、そういうのなかなかできないよねみたいな
意見も出ましたし、それは、まあ、あるカルチャーというよりはいろんなカルチャーでもどのカルチャーでもやっぱりそう失敗するのは嫌で、単なるちょっと程度の差だからやっぱりそういうのは、やっぱり、まあ、そういうのはあるけどやっぱりそういう失敗するっていうのは一ついいよねみたいな話が、エンジニアは理解してるんだけど、いざコミュニティに行こうとしたら今度は上司がそれを分かってくれないみたいなこと、よくあることですけどっていうのがあって、でそれに対してはまた別の方とかいろんな方がおっしゃったんですけど、結局その上司に来てもらうしかないよね上司に現場を見てもらわないと結局は何ていうんですかね、分からない、来ないとやっぱ分からない。ちなみにそれ日本人じゃなかったの、それ多分ビッグカンパニーって言ってたんで、グーグルとかあの手のところだと思っています我々のようなビッグカンパニーでは何か上司が認めてくれないんだよみたいなこと言ってました。だからね、それはね、日本だけの問題じゃない、あと、はい、そうみたいですね。ちょっとハートを覚えましたそれからあと、だいぶ前に、10年以上前にみんなですごいチームの中で一生懸命仕事してたんだけど、毎日毎日すごいハードワークしてたんだけど、ある時そのコミュニティのことを知ってる人がそのチームに入ってきて、でチームがすごいハードワークしてるのを見ながら、でもそれはやめろって、それはナンセンスだからやめろっていうふうに言った。で、それは何でかというと、結局うちわの仕事でしかなくって、パブリックに行かないような仕事をハードワークしてもそれは意味がないからっていうような感じの話になって、で結局仕事のやり方を変えましたみたいな意見。その場で母譜の中で出た、私がちょっと書き留められたところっていうのはこんな感じのところで、まあ、こんな感じの議論がわーっと続いて、まあ、ちょっと時間になりましたって感じで、ディスカッションが終わりました。あと、まあ、いくつか、まあ、ちょっと簡単なリソースを入れてます。で、その世代交代どうするのみたいな問題提起っていうのは去年のリナックスコンポジャパンのところでうちの上田さんがちょっと喋ってて、そのリソースもちょっと書いてあったし、まあそれが下敷きになって、まあ私の、まあ、もう一つのなんかモチーフみたいな感じでここをちょっと話をしたはい、っていう感じです。何かご意見がもしあれば、はい、はい、パナソニックの加藤ですけど、はいはい、すごい私がまあ、結局企業の中で知らない人とか、新しくなった上司とかにどう説明するかに非常にヒントをいただけたかなと思っていて、でけど結局なんかその母の場でも海外の会社でも上司に来てもらうしかないって出てたのはそうなのかと思う。そうでした、本当に。で結局分からない人、特に上司にどう説明するかは多少皆さん困ったことは1回か2回もっとあるかもしれないと思うんですけど、ただ小木さんの場合は自分が担当になるんで、もう自分のこととして自分で動いて、まあ、寄り添う意識があるだと思うんですけど、上司でそもそもなんか入る必要はないけど部下は何かやっているぐらいの距離の人たちにどう話すかっていうのは非常にやっぱりまだまだ難しいところがあって、私もなんかなんとなくリーナさんここにいてみたいな組織図を一生懸命書いて説明したりとか、まあ、そういうこともしたんですけど、なんかそれに対してまあ、多分このボフではいろいろとヒントはいろんなとこから出たのかなと思っていて、一つは今日聞いたようななんですかね、まあ結局入ってないとわからないっていうことと、そので分かった上で今後の活動につながるから、結局誰かを入れないといけない、でそれは会社じゃなくてある程度同じ人を最低限、まあ、それこそ1年おきに担当者変えるっていうナンセンスみたいなのをなんかこう
上げていくしかないのかなと、うん、だから入ってなんか1ヶ月なんか言ったら組織図見てそれだけで把握して活動する活動じゃないっていうのを言ってそうですね、そう思います。あと知るっていうこともあるし、行くことによって相手とやっぱインタラクションするので、うん、相手にも知ってもらえるっていう、まあプレゼンスをやっぱり高めていかないとなかなか難しいのかなって。コモンセンスって私もいい言葉だなと思ったんですけど、多分日本語でできないと思うんですけど、うん、その結局活動する上でコモンセンスを感じて活動しないといけないし、うん、で活動する上でこいつは同じコモンセンスが多少あるなってこう思ってもらうことで、うん、その後の、はい、なんていうかね、活動につながる部分きっとあると思うんで、そうだと思います。で こういう場 この場に来るっていうのも一つそれなのかなって思ってまして、でこういう場でいろいろと話を聞くことによってなんか、ああこういうふうに皆さん考えてるんだっていうのを理解していくってところ、なのでこの なんかオープンソースをやるっていうことになるとやっぱりなんかこういうところにずっと居続けないといけないのかなって気がします。逆にそれがあれなんで、ね、新たに福士さんみたいに上司した人にとっては15年やってる人と一般的に話になるともう絶望的になっちゃうよね。どうすればいいかという話が分かんない。そうですね。で、まあ、一つちょっとコモンセンスってちょっと入れたのはヒストリーはもう多分私はヒストリーは絶対15年ヒストリー持ってる人に私は絶対勝てないんで、それはずっと15年差はずっとつきっぱなしなので、うん、でそういう意味でヒストリーの中のいくらかの分はコモンセンスの中に落ちてきてないかなっていうのが私の期待ですね。でさっきのそのグレッグのメールの中で この話みたいなものっていうのはやっぱこの十何年いろいろと GPL 何のかんのっていろんな会社なり人なりとちょっといろいろと戦った経験から、でもやっぱりこれだよねっていうふうに腑に落ちてるんだと思うんですよね。でそういうのが、まあ、全部が全部ヒストリーが全部コモンセンスに落ちるとは私は思わないんですけど、ある一部分はやっぱこういうところに落ちてるので、それをうまく拾ってくる、来れるかどうかっていうところがやっぱ難しいです。まあ、それもセンスじゃないのって言われるとなかなか辛いんですけど、まあなんかそういうところかなと感じてますね。私はね、去年の、リナックスコンジャパンで、台座で僕に乗って、Thinking over to the next generation っていう僕があったんですけど、本当にジェームス・ボトムでのファンのコメントがやっぱりすごく感じがあって、いいんだよと。Taking over to the next generation があって、next generation っていう新しいヒストリーを作るんだから、逆にその新しいヒストリーを我々の住む人たちと一緒になって楽しめばいいだけだと。今までのヒストリーがヒストリーであって、これから次の世代の人の新しいヒストリーを作っていくんだから、それを逆に今度一緒に楽しみましてもらおうと。そういうのポジションになればいいんだねっていうふうに彼が言ったっていうのは、彼はすごい資源だと思って、はい、こういうものはどん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 続いていくことによって、コミュニティっていうのは非常にサステナブルになるっていう話になるかなと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、あります。すごくちょっとつまらない発言をさせてください。自分はその集団に、その入りたいなっていうスタンスとして今のプレゼン聞かさせていただいて、でそれですごく重要なキーワードとしてその失敗するのが一つのステップですっていうすごい心強い発言をいただいたんですが、ただそれっていうのをちょっと反対にはすごく
あの怖いなっていうのがあって、そのすごいあの皆さんがそのあの重要なその時間を使ってそのあの進化 していこうっていう状態にすごいすごいそのあの技術力の低い人間がその人たちのあの時間を使ってしまうっていうのがすごく反対にその怖いなっていうふうにより深くあのマイナスの方向にその思考が働いてしまいます。そういった場合はどうすればいいんでしょうか。あの そこのところも多分コモンセンス持ってると思うんですね。私はあの、そこのコミュニティにいる人たちは多分やっぱヒストリー持ってて自分も失敗してるはずなんですよ。今はすごいんだけど多分10年前は同じ状態だった可能性もあって、まあ、中には天才いるかもしれないですけどすごい似たような感じなので似たような人がいると多分助けてあげたくなってるんじゃないかなと思います。それで、私1年しかやってなくてこんな僕をやってプロポーザルしたんだけど受けてもらえたってところからして、まあ、ちょっとやらせてみようっていうような感じの、まあ、要は失敗させてみようって失敗してもいいよだからちょっとやってみてって言われたのかなって私は思ってます。実はこの部屋の中にいるある人がある会社で応援してくれたんですよ。誰だったんだね。でその人が言ったのはこのあの Linux のコミュニティの人って決してまさかりを持ってブン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 回してるような人ではないでそれであの何かやって失敗したって言ってもまさかりでバサッとやられるような人たちではない。でもあのおそらく同じ失敗を2回3回っていうふうに繰り返してでそれであの進歩してねえなっていうふうに思われるとある段階でまさかりが飛んでくる可能性があるかもしれないけれども1回目はおそらく少なくとも間違いなくまさかりが飛んでこないんでまず1回目何かやってみてあ何か反応があってあそれ失敗したんだなと思ったら次はこういうような形でどうですかって話を繰り返しやっていくことによって特にも伸びていくしでそういうことに対しては付き合ってくれる人っていうのもおそらく出てくるだろうしおそらく通常会社の中でいたり日本の社会の中でいたりするのとはちょっと違う環境っていうのはそこにあると思います。あのそ の, あ の, そうあ の, あのテレパシーを送りますけどそのプレゼンテーションすごく良かったんですよ。で ぜひあのジャンボリーでもやっていただきたいなと思っているやつがありましてあのよろしくお願いしますっていう感じです。で、とにかく日本の場合例えばあの Linux のコミュニティに対していろいろ始めた時も日本人って本当にあの失敗を恐れて完成ばっかりを目指すっていうのはすごく困るんだっていうことを言われたことすらあるんですね。でそれはねあの我々が持っている美徳でもあるけれど場合によってはグローバルな資源に出ていった時にはあのネガティブに働く可能性もあるけれどちょっと理解しておいた方がいいかもしれない。ありがとうございます。他は私はやっぱそういう感じで OSS コミュニティってスポーツと一緒だなと思って、最初はみんなそのスポーツを始める時ってみんな下手っぴーだ。でその下手っぴーな人をそのスポーツのコミュニティを絶対拒絶しないですよ、ね。うん、むしろその下手新しい初心者が入ってくるのを拒絶するコミュニティが衰退そうです、ね。うん、発展しないので、うん、でもその何かやっても何かやってもうまくいかない人ってねやっぱりそのスポーツには向いてないっていうのがやっぱあるんだと思うので、うん、その時はちょっと別の種類のスポーツに目を向けてやろうかなっていうのがあります。そんなければプレイヤーじゃなくて、例えば別のね、うん、あの例えばあの試合の会場を用意する人にするなんか、ね、サポーターの側に回ってるとか、そうそうそう、まあ、マネージャーの側に回ってる、いろんな形でそのスポーツで関わり方はあると思うので、まあ、ファンでも見て楽しむだけになる人もいるかもしれないし、でもコミュニティはどんな人も拒絶はしないまず発展するコミュニティ、そういうふうに捉えて、スポーツはいいです。正しいね。いかがでしょうか。じゃあ、さんどうもありがとうございました。